はい。えっ、ー、と、南インドの日本語教師の皆さん、こんにちは。えっ、ー、と、今日はですね、えっ、ー、と、第1回目の、えー、ブラッシュアップコースの、えー、スライドをご紹介したいと思います。このスライドは、こちらに書いてありますが、ビットリースラッシュ、BUC、これはバックアップ、あ、あの、あれですね、ブラッシュアップコースですね、の2020年の9月9日という、こういう、えー、リンクで、 このスライドを見ることができます。はい。はい。えっと、まずですね、あの、今日ご紹介するのは、あの、一人で日本語を勉強して、それで、えー、学校に行かないず、行かないで、えー、例えば JLPT の N1 に合格したような人たちの話です。で、えー、僕はこういう人たちの話をすあの聞くのが好きで、えー、っとですね、今まで大体あ、これより後にも、あの、したので30人ぐらいの人に、 話を聞いたことがあります。大体こういうヨーロッパの人が多いんですけどね。はい。で、この人たちがどうやって、えー、勉強しているかを考えてみると、大体3つのパターンがあることに、えー、分かってきました。で、えー、最初はですね、この言語オタクっていう人たちですね。それからソーシャル型っていう人たち。そしてアニメ型っていうこの3つの人たちです。えー、今日はこの3つについて簡単に説明してみたいと思います。 最初はこの言語オタク型ですねこれは、まあ、あのポリグロットと言われたりし,しますけど、えー、とにかく外国語の勉強が好きで上手な人たち <laughs> で、えー、この人たちは人とかですねアニメが好きっていうよりもむしろ言語言葉そのものが好きという人が多いです、えー、でもあの勉強の仕方はそれほど <laughs> 変わっていません、えー、大体ですね学校の勉強と似ている方法を家でもしている感じですね えー、例えば、まあ、教科書を中心に勉強して、でそれから、まあうんあの、家では試験がありませんから、その代わりに JLPT を受けたりしています。えー、これは多分あの、日本語の先生だったら一番わかりやすい勉強の方法だと思いますね。はい。次はソーシャル型です。えー、ソーシャル型について、この私がですね、たくさんインタビューした中でも、このアンナさんというロシア人の人、 この人は一人で勉強して JLP というのは N1 に合格しました。このもう一人はミシさんというハンガリーの人ですね。これは2016年にあの僕がインタビューした時はまだ17歳でしたね。で、この時はまだ N1 に合格していなかったんですけど、この後ですね、2016年の7月か12月のテストでもう N1 にすぐに合格しました。はい。で、この人からき、この二人から聞いた話を紹介します。 <laughs> えーとですね、このソーシャル型の人は2人とも、えー、日本語を話す人と交流してそれで日本語をあの日本語が話せるようになるというパターンなんですね、えー、と例えばこのアンナさんですねロシアのアンナさんは、まあ、チャットをたくさんした、えーまあ、日本だったら LINE とかねインドだったら WhatsApp とかそういうのですね、えー、で Facebook とか この VK というのは、あの、ロシアの、えー、Facebook のようなものですけど、まあ、これで日本人を探したと。で、ブログも書きましたよとかね。で、まあ、この AmebaPic という、そういう、あの、Ameba っていうサービスがあるんですけど、そこでも、えー、会ったり話したりチャットもしたと。あとブロ、ブログにコメントをしてもらうこともできたというふうに言ってますね。えー、こうやって、えー、ソーシャルメディアを使って、 実際の日本人と話をして、コミュニケーションをして、こうやって日本語を勉強するパターンがソーシャル型。はい。もう一人、ハンガリーのミシさんですね。はい。ハンガリーのミシさんもソーシャルネットワークで見つけた日本人と日本語を使うというふうに言っていました。え、ここにある文通サイトっていうのは、その手紙でコミュニケーションをする、そういう人を紹介するサイトですね。え、そこで見つけた日本人と LINE でやっぱり え、連絡していると。えー、LINE は、あの、インドではあまり有名ではありませんが、WhatsApp のようなものですね。で、この LINE には日本人100人ぐらい登録しているそうです。多い日は1日50回とか、LINE でメッセージを送っているそうですね。はい。で、このアンナさんも、えー、ミシ君もですね、えー、二人とも教科書を使わない、えー、ということがあります。えー、で、<laughs> あの、まあ、ちょっと使ったけど面白いくないからやめたとかですね。で、えー、教科書を見ないでネット上の情報を見た。つまり Google とかで探して、それで知りたいことを勉強したっていうわけですね。このミシ君も、あの、中級では使ったって言いますけど、初級の時は勉強、あの、教科書を使わなかったと言っています。はい。あとですね、えー、 あの、ソーシャル型の人、このアンナさんもミシ君も二人ともですね、まず最初に目標を決めてそのために勉強しているというわけです。つまり、日本人と友達になったら自然に日本語が上手になったというわけではありません。あの、日本語を勉強しようと思って、それで日本、あの日本人と話が、話をしたいと思ったわけですね。あるいは日本に行きたいというそういう目標もアンナさんは あったそうです。えー、ミシ君もですね、えー、このモチベーションのこと、ところで、いつも何のために勉強しているかを忘れないことというふうに言っていますから、えー、何かその目的があって、目標があって、そのために日本語を勉強しているというわけです。これは後から説明する、あの、アニメ型とはとても違うところです。はい。はい。えー、あともう一つは社交性というのがあります。 これはですね、あの、社交性というのは要するに友達が多いということですね。はい。えー、アンナさんもこういうふうに友達ができて、その友達といろいろなことを話したいから、だからもっと勉強したというふうに言っていますね。で、これさっきも紹介しましたけど、LINE に登録している日本人は100人いると言っています。はい。えー、ですから、まあ、友達、しかもその日本語を話す友達が多いわけです。 あとですね、これ視覚優位って言うんですけど、簡単に言うと目で勉強するのが好きだというのもアンナさんとミシ君両方とも同じです。スカイプっていうのは話すのに使うアプリですけど、そのスカイプよりも LINE でチャットする方が多いと言っていますね。でミシ君も LINE は使うけど会話は苦手というふうに言っています。ですから読んだり書いたりするのが好きなわけですね。 はい、でここでですね今までの考え方とはとても違うことに気がついたかと思いますえー、っとですねうんアンナさんがこういうふうに言っています何かの表現をどのように言えばいいかわからない時にそのための文法をネットで勉強したと言っていますね、えー、今まではまず文法を勉強してからその文法を使って書くという方法だったと思いますけど今では まず書きたいことが先にあって、そのために必要な文法を勉強するという、そういうパターンになっています。はい。今のが、えっ、ー、と、あの、アニメあ、ソーシャル型の人たちでした。では、3つ目のアニメ型について、これから、えー、説明したいと思います、うん。はい。アニメ型の人はですね、あ、ちょっと見えにくいですね、これ。はい。あれ動かない。あ、動いた。はい。 あれ、動かない。はい、ちょっとこの辺にしときましょう。はい。えっ、ー、と、アニメ型の人は4人ぐらいそういう人がいます。えー、カリナさんはカザの大学生。カザフスタンですね。ジョルジアーナさんはルーマニアの大学院の1年生、えー。ラドカさんはスロバキアの高校生。アマンダは、えー、とスイス在住なんですけどあの、元はスペイン語を、スペイン語が母語です。 えーはいうん、だこの4人についてちょっと説明したいと思います。はい、この4人に共通することはみんなそのアニメを見て、えー、日本語を身につけたということですね。はいまあ、カリナさんは j k 音楽とアニメと言っています、えー。ジョルジアナさんはテレビで放送されていたアニメ。でえー、ラドカさんはナルトというアニ,メあのアニメですね、忍者のね。えー、アマンダさんは、えー、やっぱり アマンダさんもあのなると,といいう,うに言っています、はいでえっと。この4人のうちカリナさんジョルジアナさんラドカさんの3人は、えー、10代の前半つまり10歳から15歳ぐらいの間にア,ジアニメをたくさん見たというのが特徴的です、えー、でもアマンダさんだけは17歳の時というふうに言っていますねであの話を聞いてみるとやっぱりこの3人の日本語はとても自然です 本本当に日本人みたいです、えー、ですけどアマンダさんはちょっとまだあの外国人っぽい感じがしますのでそれはこの、えー、17歳という年齢が関係しているかもしれません。はい、でこのアニメ型の人も、えー、ソーシャル型の人と同じように教科書を使わないのがとても特徴的です。あの最初の言語オタク型の人は教科書で勉強しますけど アニメ型の人もソーシャル型の人も教科書は使いません。はい。えー、っと、まあ、みんな教科書は使っていないというふうに書いていますね。はい。で、えー、さっきソーシャル型の人は目標があると言っていましたけど、アニメ型の人はあまりそういう目標を持っていないんですね。で、えー、自分で私は目標もなかったというふうに言っていますし、アマンダさんは 日本語を勉強するのは趣味だと言っています。趣味ね、えーうんはいえー。大学生は仕事みたいだけど、趣味。つまり遊びですね。遊びとして日本語を勉強しているというふうにアマンダさんは言っています。特にこれ、カタカナは綺麗な形じゃないから興味がないとか、こういうのは、えー、仕事として勉強している人は絶対に言いませんね、はい。遊びで勉強している人はこういうことを言います。 はい。えー、あと、さっきソーシャル型の人は社交的だと言いました。つまり友達がたくさんいると言いましたが、このアニメ型の人たちは社交的ではなくて、えー、友達も多くないことが多いです。えー、で、カリナさんがですね、例えば、あの、ネットで教えてくれる人、あの、そういう人探さなかったんですかと私が聞いたときに、それは恥ずかしくて探さなかったと言っていました。 あとやっぱり自信がなかったというふうに言っています。この辺もソーシャル、ソーシャル型の人とはとても違いますね。はい。えー、ジョルジアナさんも、えー、もう日本語が上手になった後でもしばらく日本人と話したことがなかったと言っています。はい。で、それからソーシャルメディアで日本人の友達はいなかった。考えたこともないというふうに言っていましたね。はい。でラドカさんも、えー、 日本語学校あるけど怖かったから行かなかったというふうに言っています。はい。で、これもですね、ここは聴覚優位というのは耳から勉強するのが好きという意味です。これもあのソーシャル型の人とはとても違うところですね。アニメ型の人は目じゃなくて耳から勉強するのが好きな人が多いです。はい。えー、では、あの、まず、例えばカリナさんは勉強は声でするのが中心で、 得意というふうに言っていますし、ジョルジアナさんもラドカさんもアマンダさんもですね、みんな同じように、えー、耳で勉強するのが好きだと言っています。えっ、ー、とですね、ここでちょっと、あのあこれ今、ルームなのですいません、これはですね、ちょっと皆さんに今ここで聞かせることができないので、あとで、えー、WhatsApp とかで紹介してみたいと思います。これはさっきのカリナさんが、えー 東京の方で話される共通語と、あと大阪とか京都で話される関西弁をですね、えー、とても綺麗に使い分けているところの動画です。これとても面白いですし、本当に日本人みたいですので、ぜひ見てください。えー、あともう一つはですね、あの、うん、えっと、このアニメ型の人は、あの、まず目標がないと言っていた、言っていましたけど、 同じように、これ勉強していると思っていないんですよね。えー、カリナさんは知らないうちに言葉の意味がわかるようになっていたと言っています。このジョルジアナさんもですね、えー、たくさん日本語を見たり聞いたりしていたら、ある日少し理解できると気がついたというふうに言っているんですね。えー、アマンダさんもですね、えー、アニメを見始めてから4、5年してから日本語がわかるようになっていたというふうに言っています。ですから、 えー、勉強したら日本語がわかるようになったというわけではなくて、アニメをたくさん見ていたら、いつの間にか日本語がわ、えー、かることに気がついたというパターンの人が多いです。はい。で、これをですね、えー、皆さんがあの自分で勉強するときにもいいんですけど、自分のクラスで、えー、アドバイスとして使うこともできると思います。このパターンですね。言語オタク。 型そしてソーシャル型それ,ってそれからアニメ型ですね、えー、もう例えば他のですね英語が上手で、えーあのー、南インドだったらヒンディー語も多分勉強しなきゃいけないんですよねきっとで英語もヒンディー語も上手な人だったらそういう頭がいい人だったら教科書とかを紹介して、えー、どんどん自分で勉強日本語をですね自分で勉強してもらうといいと思います で、それからソーシャルメディアが好きで、Facebook の友達が多いとかですね。えー、そういう人は、まあ、時々ですね、あの、Facebook ではない友達、教室では友達が少なくてもいいんです。だけど、Facebook の友達が多いような人たち、そういうような人たちだったら、日本人のオンラインコミュニティで友達を作ってもらうとかですね。あと、Instagram、え、で、ー、インドっていうハッシュタグを、えー それを見て、それであの、これカタカナですよね。カタカナですから、あの、日本語で、あの、つまりインドに興味がある日本人をたくさんここでえ見つけることができますから、え、ここ、その、このハッシュタグを通して日本人と交流してもらうとか、そういうのも、え、ソーシャル型の学習者に進めるといいと思います。で、それから、 映画とかドラマが好きで耳から勉強するのも好きな学生がいたら、こういうふうに日本語のアニメとかドラマとか映画とかですね、そういうコンテンツをたくさん見てくださいというのがいいのではないかと思います。はい。あと、このインタビューの動画は全部ですね、今日紹介したアンナさん、ミシ君、それからカリナさんとかジョルジアナさんとか、 アナンダさんとかラドカさんですね。こういうインタビューは全部ここの、これリストですね。プレイリストになっていますから、興味がある人はここを見てください。はい。それでは私の話はここまでにします。今日はありがとうございました。また火曜日、あ水曜日ですね。水曜日に Zoom で会いましょう。失礼します。